ゴンドラの歌は、1915年に発表された歌謡曲、吉井勇作詞、中山新平作曲、芸術座第5回公演、その前夜の劇中歌として生まれ、松井スマコラが歌唱、大正時代の日本で流行した。お使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。歌中ャの歌を手掛けた。 中山新平により作曲され、同曲同様に大衆の指示を得た。中山によれば、母の死の直後、悲しみに暮れる会議の記者の中で、ゴンドラの歌の歌詞が語りかけてきて、記者の揺れと共に、自然と旋律が湧いてきたのだという。歌詞は、アンデルセンの即興詩人の一節を元にしている。読売新聞の1 9十五年四月十九日付に、ライオン水歯磨きの ゴンドラの歌への協賛広告が掲載され、ゴンドラの歌の4番までの歌詞が紹介された。ライオン水歯磨きを使った口で、ゴンドラの歌をお歌いなさい。ライオン水歯磨きは清い歌声を、ゴンドラの歌に与えます。ライオン水歯磨きの広告、読売新聞1915年4月29日付、勝優子やの歌、ママ、に変わるものは、ゴンドラの歌でございます。 ライオン水歯磨きの広告、読売新聞1915年4月29日付楽譜は1916年7月に、セノ音楽出版社から出版された。当初は、国評を受け、カチューシャの歌ほどの爆発的なヒットにはならなかったと、される。作曲者の中山は1931年末に、行った公演、演劇及び映画における、小一種大歌についてで、 この曲があまり流行しなかった理由を朝鮮法で当時の日本の歌曲では珍しかった6拍子のメロディが当時の人には受け入れづらかったのであろうと推測している。ただ、1920年に大原社会問題研究所が大阪市内にて調査した現時において最も普通に歌われている流行歌約100曲のリストにゴンドラの歌が挙げられていることから ある程度は流行したものと考えられている。しかし、その後この曲は、カチューシャの歌と並んで100年にわたり、歌い継がれる曲となった。鹿島マコは、大正の下役子で、工業学校時代1919 19年頃、または1919 19年から1920年頃にこの歌を愛称したと回想している。レコード売り上げについては、 カチューシャの歌が2万枚売れたとされたり、生きるカバネの劇中歌、サスライの歌が25万枚を記録したと言われる。一方、ゴンドラの歌については、具体的な数字が語られることがない。堀内慶三は、音楽50年史の中でこの歌を、大正5年末から、じりじりと長く流行ったと述べている。黒沢明監督の映画、生きるにおいて、主人公の男性が、ブランコに乗って、 本作を口ずさむシーンが存在する。本作の受容史を研究する、相沢直樹は、この映画での使用により、本作への関心が再燃するとともに、新たな意義付けがなされたと論じている。また、2019年に公開されたドイツ映画、命短し、恋せよ乙女では、キキキリンが口ずさんでいる。和田昇、命短し、恋せよ少女小説。 中山新平140から141ページ。ゴンドラの歌は、アンデルセンの、ベネチアのゴンドラという作品を元にしていると聞いたが、本当か、レファレンス共同データベース、2015年2月14日15時46分、更新。2016年6月23日閲覧。流行歌の誕生164から165ページ。 えるゴンドラの歌81から82ページ。えるゴンドラの歌82ページ。流行歌の誕生166から168ページ。えるゴンドラの歌83から85ページ。流行歌の誕生168ページ。174から175ページ。えるゴンドラの歌95から96ページ。流行歌の誕生176ページ。 185ページ。みえる、ゴンドラの歌61から62ページ。流行歌の誕生168ページ。みえる、ゴンドラの歌95ページ。一郎、ゴンドラの歌、ミュージック、ミュージックトラック次は、歌で酔わせます。マッサン、エリー、日本で、歌手デビュー。ヤフーニュース、ナウオーエンウア、ニューシングル連続リリース決定最新アーティスト写真公開。 2020年2月6日閲覧。キツツキルーのツイート。2020年2月6日閲覧。AB 蘇るゴンドラの歌。命短し。恋せよ。少女の誕生と変容。藍沢直樹2021年7月18日。閲覧。キキキリンの歌声に背中を押される。命短し。恋せよ乙女監督。最後のメッセージのよう。シネマカフェ。 https://www.cine macafe.net スラッシュアーティクルスラッシュ2019スラッシュ08スラッシュ13スラッシュ 62984.html2022 年7月18日閲覧ありがとうございます。